岡田のじいちゃん、ベスターズの選手に話しかけられニコニコ。選手が他球団の監督に弟子入り、するという球宴ならではの光景が前世で繰り広げられた。阪神、岡田監督は打撃練習に入る前の DeNA 牧に話しかけられ、5分近くコミュニケーションを取った。エスコンに到着してすぐ、監督選抜で初出場する DeNA 森原から挨拶をされた。ベイスターズ勢から相次いだ訪問について聞かれると、知らんだな、と言いながら、嬉しそうな笑顔を見せた。どんでんひどい。ベイスターズ勢から相次いだ訪問について聞かれると、知らんがな、と言いながら、嬉しそうな笑顔を見せた。草。どんでん喜んでそう。可愛がってた三浦大輔くんが可愛がってる子たちだから嬉しいはあるよね。もっと素直なコメントして。どんでんおじいちゃん可愛い。バンテフイコール息子。バンテフの男の選手イコール孫。ってこと。コーチングは選手実績だけやないけど、野手のレジェンドなんて今のコーチにそんなおらんから話聞いとくの早いね。全盛期のどんでんもセカンドやしな。牧からしたら話したいことも多そうや。どんでんは猛選手を見る目が孫みたいになってそう。